サラのお父さんはずっと昔からの僕の一番の親友だ。サラのお母さんもね。サラはわからないことがあると順平に質問をした。順平はじっくり考えてからそれに答えた。僕のことはカエル君と呼んでください。誰かのいたずらだと思いました。誰かが冗談で特大のカエルの着ぐるみを着て自分を担ごうとしてるんだと。東京を壊滅から救うためにやってきたんです。何かとんでもない冗談に付き合わされているのではないのかと思ったのだ。あなたは本物のカエルなんですね。もちろん。僕らは東京安全信用金庫新宿支店の地下に降りて、そこでミミズ君と戦うんです。俺は高槻、関係はいる。僕は順平。3人で飯食いが。彼は俗に言う取り立て係だ。誰もがやりたがる仕事ではない。戦力の合唱大会は暴力の請求です。普段ミミズ君は眠っています。順平君とはこれからも友達でいたいと思って。一緒にミミズ君と戦っていただけますか。消えてしまいたいという一時期抱いていた切実な思いは魔法のようにあっけなく消えてしまった。カエル君は片桐に計画を明かした。二人がそこで落ち合うのは深夜。片桐は残業口実に会社に残っている。今だから言うけど、小夜子はもともと俺よりお前のことが好きだったんじゃないかな。でも無意味で唐突で。サラの2歳の誕生日から数ヶ月後、小夜子と高槻は離婚した。今朝、東京で大きな地震がありませんでしたか。東京で。それはずっと昔葬ったはずの過去から響いてくる子玉だった。黒い大きな穴が開き、そこから大小さまざまののたうつうじのようなものが這い出してきた。俺には正しい時に正しい場所で正しい友達を選ぶ才能があるんだ。人生の長い期間、一人の相手をずっと愛し続けるのは友達を見つけるようにはいかない。